同日午前11時34分、なるほど、法律事務所。なんだその格好。ふっ、アミちゃん。とりあえず、オートロー信号の依頼を受けることはできた。そして、彼が無実であることも分かった。重要なことだ。次はどうすればいいのですか？審理は明日。チャンスは一度しかない。オートローさんの無実を証明する確実な方法は一つ。真犯人を探し出すことだね。わかりました。探し出しましょう。移動すりゃいいかな？ホテルロビー。同日、某時刻、ホテルバンドロビー。あ、こら、勝手に入っちゃう。おばちゃんだ。おはようございます。ちょいとあんた、どういうことなんだいこれは。はい？イサオちゃん、死んじゃったんだって？やったの、また殿様んだったって話じゃないか。いや、それは、おばちゃんはね、イサオちゃんの大ファンだったんだよ。どうしてこう、お気に入りのスターばっかりパタパタ死んでいくのさ。いっつもそうだよ、おばちゃんがしょ、事件についてお話を聞きたいんですけど。ふん、勝手に欲しい。なるほどくん。私、ちょっと聞き取りにくいのですけど、早くて。おばちゃん、ゆっくりお願いします。余計なお世話だよ。聞くの？あ、じゃあ話す被害者のこと。1年前の事件で大好きだった胃袋ちゃんが死んじゃってさ。やっと最近、また胸がキュンってなるスター見つけたのに。お気の毒です。なんで死ぬかね、おばちゃんが惚れたスターばっかり。はあ。イサオちゃんを悪く言う奴は許さないんだからね。言いませんよ。おばちゃん信じないよ。あんな女の言うことなんか。あんな女？下品な大阪弁でくっちゃべる、こうるさい子のこと、夏美さんのこと？大体なんだよあれは。ベラベラおしゃべりばかり。いや、それは人のこと言えねえだろう。チッター。それ。はるみちゃん、喉乾かない？そうですね、少し。じゃ、ジュースでも買ってきてあげるよ。あ、ありがとうございます。って、ちょっと、人の話を聞きなさいよ。おばちゃん、夏美さんから何か聞いたのかな？事件について。事件があった時のことですけど。ああ、おばちゃん知らないよ。ずっとここで準備してたから。準備？殿様のショー、あと記者会見ね。例の謎の記者会見か。とにかく事件のことは知らないんだけどね。そうですか。ただ、例によって見るべきものだけはきちんと見ちゃったよ。何を？え？目撃しちゃったのよ、おばちゃん。決定的な瞬間をさ。何？目撃したこと。決定的な瞬間って？お、目の色が変わったね。それ、目上の人と話すときは、そういう尊敬の眼差しでね。聞かせてください。何を見たんですか？あ、嘘？鍵？何？しかもクソ多いじゃん。嘘？ふざけんなよ。この前の事件じゃ、ひどい目にあったからね。参ったな。聞きたかったら、手土産の一つを持ってくるんだね。手土産の一つ。え？なんか、色紙にサイン的なものを？とりあえず、夏美さんがどうの言ってたな。あんたにやる情報なんてないよ。自分の殻に引きこもってしまったぞ。お願いします。何でもいいですから。じゃあ、おばちゃんのスリーサイズを教えてやろうか？いらねえ。それはいいです。なるほどくん。人気がないのですね。面目ない。ダメなんだ。じゃあ、とりあえず移動して他のとこに行ってみようか。すみれの間。同日、某時刻ホテル、坂東すみれの間。事情聴取、まだ続いているのだろうか。K
警察やホテルのスタッフが忙しそうに動いている。こんな状況で調査ができるのでしょうか？やるしかないね。誰もいないんだね。じゃあ控室前廊下。当日、某時刻控室前廊下。あ、来よった。いやー、待ってたんやで、なるほど。夏美さん。おまわりさん、犯人が現れたの、なんだ逮捕や、裁判や、有罪や、死刑や。どうしたんですか、夏美さん。どうしたもこうしたも夏美さんもあるかい。ほれほれ、早出さんか。何をそう、何をカメラやカメラ。報道陣の命、7万円もしたカメラや。カメラですか？ほれ、よく言うやん。犯人は現場に戻ってくるって。見事引っかかりおったわ。アホなのか、こいつ。見事引っかかったみたいだよ。厄介なトラブルに。はぁ、あ。とりあえずカメラ。あの、カメラがなくなったんですか？ただのカメラやないで。定価16万円の最高級品や。おや、確か先ほどは7万円のカメラ、と。店員と腹割って話し合ったんや、5時間。長っ！カメラのちっちゃな傷やら、店員の態度の悪さやら。チクチクじっくり言い聞かせたら、負けてくれたわけ、涙流して。そのカメラが、いつ亡くなったのですか？こんな客マジやだわ。ゆんべ事件があった後、取り調べやら何やらごたついてったその時、うちの最高級の相棒は消えちまったんや。夏美さん、その最高級品で何を撮影してたんですか？さあ、目についたものテケトーって何撮ってたからな。よく覚えてへん。スクープはなかったわ。消えたカメラか。事件に関係あるのかな。はあ、何者かに盗まれた。事件について。夏美さん、事件があった頃のこと聞かせてください。ゆんべはな、授賞式が始まる前からこの辺うろついとったわ。せやな、大トロが逮捕される頃までおったで。何してたんですか、こんなところで。決まってるやん。夏美さんの行くところ、スクープあり。いや、スクープ言うたやん。うちは今バリバリいやらしい芸能カメラマンなんや。めちゃろん狙ってたで、シャッターチャンス。スクープって何のことだろう。ま、いろんなスターさんに目移りしとったから、ずっとここにいたというわけでもないねんけど。スクープ、夏美さん、ここでずっと見張ってたんですよね。スクープ写真を撮ろうと。せや、ジャーナリストっぽいやろ。裏情報があったからな、決定的な写真撮ったろう思うて。一体どんなスクープを。ここでも鍵。おっと、そりゃあれや、企業秘密ってやつ。やれやれ、また何か隠すつもりや。つもりやって言っちゃった。つもりか。困りましたね。あ、やった、困ってはる。これぞ生きがい、みたいな、とても爽やかな笑顔だ。突きつけるおばちゃんになんか話したでしょ。ああ、このおばはんな。なんかうちに目つけて、難癖つけてきたんや。イサオちゃんのスクープなんて許さないよ、なんて。ありゃ、ちょっとした修羅場やったわ。その場にいなくて本当によかった。それだけ？それだけか。ここら辺も突きつけてみる？うちヒーローやらなんやらそんなのはどうでもええねん。そうなのですか？ダメなパターンだな、これ。お子様向けの甘っちょろいドラマなんてつまらん。大人はもっとドロドロした生臭いネタを求めてるんや。少なくともうちはそうや。はあ、お嬢ちゃんも今にわかる。ちょっと変なこと吹き込まないでくださいよ。じゃあこんなもんか。移動する。大トロの控え室入れんだ。
当日、某時刻、大トロ信号の控え室。ここは？大トロ信号の控え室。僕たちの依頼人の部屋だよ。何かご用ですか？ん？え、僕たちは、大トロの弁護士ですね。そんなことはわかっています。私の方でも探していましたが、無駄になったようです。え？どうして弁護士だと？先ほど、僕たちの依頼人とおっしゃいました。この状況で依頼人という言葉を使う人物、弁護士です。すごい。当然のことです。開廷は明日。大トロの状況はとても楽観できるものではない。あなたは手がかりを求めて走り回っている。違いますか？まあ、当たらずとも遠からずといったところです。なるほどくん、目を張っている場合ではありません。ほんとよ。私、神谷キリオと申します。無駄なことが嫌いなので、要件をどうぞ。はあ。体は小さいのに、堂々としたもんだな。はあ、話できんだじゃあ。事件当夜のこと。まず、必要になるデータは、事件当夜の関係者の行動です。はい、そうですね。では、早速お話しします。授賞式が始まる前、私は大トロと食事をとりました。この控え室で。食事？何を食べたんですか？言ったはずです。無駄な会話嫌いだ、と。そんなこと、テーブルを見れば聞くまでもありません。厳しい人だな。授賞式が始まってからは会場の方へ。式が終わってからはこの控え室に。いいえ、私にはこまごました仕事がありましたから。ロビーで準備を手伝っていました。はあ、受賞記念のショーかな？アトラクションショーの時間に大トロを呼びに来ました。そのついでに、藤見の勲さんの控え室も覗いたんですか。そこで死体を発見したわけですね。なに？はあ、しっかりした方ですね。確かに、隙のない人だな。大トロとの関係。ところで、あなたは？呆れた。そんなことも知らずに、今まで私と会話を？すみません。なぜ大トロがあなたを選んだのか理解できません。そのカード何？なんでこんなことを言われなきゃならないんだよ。なるほどくん、我慢です。後で私、肩を叩いて差し上げますから。ハミちゃん大人だな。名前は先ほど申し上げました。大トロのマネージャーです。マネージャー。そういえば、被害者、イサオさんのマネージャーは？いません。いない？私ども、エイトプロダクションと違って、公営プロには、役者一人一人にマネージャーをつける余裕などありません。そうなんですか。この業界もなかなか苦しいのです。見ればあなたも随分助手にはお困りのようですね。そんな小さな子を連れ回して。まあ、私は迷い様のために。はるみちゃん、我慢して。後でジュース買ってあげるから立場逆転したら。え？これだけ？じゃあ、あと調べてみようか。こっち調べれんな。向こうはベッドルームだ。あれが、ベッドというものですか？私、初めて見ました。あとこれ。大トロさんのトランクだろう。授賞式に出るだけなのに、大層な荷物だな。着替えが3日分くらいあるぞ。やっぱり、スターさんは違いますね。あとはこれ。食事の後が2人分。キリオさんと大トロさんの分ですね、きっと。メニューは骨付きステーキだったみたい。またかよ！これ、最初の事件の時も骨付きステーキだったよな。殿様の事件の時ね。あとこれ。ソファーに和服がかかっている。ハッピーですね、あれは。
お土産に持って帰りたいな。いや、いらんだろ。きっと迷いちゃんが喜ぶだろ、そっちか。あとは？あー、ここは同じくくり、え？ん？さらにでっかい骨が乗っている。私、お肉は苦手です。なんだ？こっちの皿、なんか変な気がするけど。どうしてだろう？ああ、こっちに肉じゃない、骨が乗ってないから。いや、骨が乗ってないって、前もそうだった気がするけど。違ったっけな？こんなもんかな？突きつけてみる？なんか、この、受賞記念の賞の後、殿様が何かを告白する予定らしい。これ知らんの？この記者会見の手配は、あなたが？そうです。でも、大トロさん、知らないって。そうなのですか？え？実は私も、はっきりしたことは知らなかったのです。宣伝部の方から頼まれたので。言われた通り、手配をしただけです。はあ、なるほど。果たして、そうだろうか。この人が、状況も知らずに仕事をするとは思えない。あと？何？こんなもんか？ちょっと調べられないもんね。まあ、とりあえず、ここは、このままでいいか。不死身の控室行ってみよう。